はじめまして、花子です。政治に詳しくない人にもわかる、優しいニュースの時間です。この番組は、普通の主婦より、ほんのちょっとだけ詳しい花子の独断と偏見でお送りします。さて、今日のテーマは、TPP です。連日、TPP に反対する抗議デモや集会が行われていますが、内容のことをあまりよく知らない人がまだまだ多いと思います。今回の TPP も、全部のマスコミが大賛成という、とても怪しい雲行きでした。中野武さんがテレビに出演して、マスコミが嘘の情報を流していたことを暴露されてから、ようやくいろんな情報が出てくるようになり、慌てた賛成派が今までの意見を修正するようになりました。いろいろ調べていくと、TPP の賛成派には本当に嘘つきが多いことに驚かされます。大事な情報が隠されたり、ごまかされたりしました。例えば、TPP に参加すると、医療制度がアメリカの制度に変えさせられるんですよ。アメリカでは、国民皆保険がないので、とても高い医療費を支払わされています。だから、お金持ちじゃないと高度な医療を受けることができなくなります。日本じゃ考えられないですけど。TPP 推進者は、アメリカの医療制度に変わってしまうことはない、と言います。でよくその公的な医療保険制度が崩れるということが言われているんですが、これまでの FTA でも WTO の協定でもこの医療保険制度というのは適用除外になってますので、議論されることはありえません。太田さんは医療制度は TPP には適用されないと断言されています。でも三橋貴明さんはそれは嘘だと言っています。そのアメリカの USTR っていうですね、怖い人たちがいるんですけどもまあ彼らが日本にその構造改革とか規制緩和とか国を開けとか求めてるわけですけども、その USTR が TPP において医療制度に関するゴールは何だっていうのを表明してるんですよ。その中にきちんとですね、この公的医療保険制度などを改善を求めるっていう言葉が書いてあるんですね。これはですね、医薬品へのアクセス拡大のための TPP 貿易目標、その一部の文章がここです。ちゃんと、あれなんですね、ナショナルガバメントヘルスケアリインバースメントプログラム、これを変えようと言ってるわけですね。これはどっちかというとその医薬品を通じて、その公的な健康保険制度を、維持しているものをぶっ壊してやるぞと。そのためのもう文章がですね、ちゃんと向こうには出てるわけですね。とんでもないわ。アメリカとオーストラリアの FTA では、その薬価、薬の価格についてオーストラリアの政府はこの上限を設けてたわけですね。あんまり高くなると国民が困ると。それをですね、撤廃させられちゃったんですよ。当然日本も同じことをやられます。日本の多分公的医療サービスは今世界一だと思います、水準的に。これがですね、アメリカが入ってくると、まず薬価が跳ね上がると。さらに混合飼料とかで医療費が跳ね上がっていくと。そうなると次に何がやってくるかというと、当然問題のあるアメリカの医療保険会社が入ってくる。これもう分かってるんですよね、ここまでストーリーが。それでもしこの病気になったら大変でしょう、この薬を使う場合に大変でしょうということで、アメリカの保険会社が儲けると。そういう構図がもう見え見えなんですね。アメリカの多国籍企業の利益のために日本の良いところを変えさせるなんて許せないですよ。さて、農業についてです。TPP 賛成派は、TPP に参加すると農業が強くなる、と言います。いや、農産物の価格がものすごく下がって、すごい大きな減税効果が出るってことですよ。それによって農業は強くなります。次のグラフを見てください。先進各国の穀物自給率です。どの先進国も食料自給率 100% が当然で、農業に補助金をたくさん出して保護しています。外国から食料を買っていては、食料の値段が上がるたびに、右往左往しないといけなくなるので、食料は安全保障だという意識が、どの国にもあります。しかし、日本は、農業を保護することを悪だとする、間違った意見が多く、TPP 賛成派が、日本の農業は企業化して、アメリカ政府が大々的にバックアップしている大規模農業と戦えと言っています。でも、そんなことは全く不可能で、たちまちアメリカのアグリビジネスの餌食になります。しかも、アメリカは遺伝子組み換えの農産物を日本に導入させようとしており、経団連の米倉会長の所属する住友化学株式会社は、遺伝子組み換え技術最大手の企業、モンサント社と業務提携をしています。米倉会長が TPP に必要にこだわるのは、そんな裏があるのです。中野武さんが別の怖い話をされているので、聞いてください。カナダはですね、あるアメリカの廃棄物処理企業が、カナダからアメリカに PCB という廃棄物ありますね、有毒な。あれを輸送してリサイクルするという計画を立てたんですけども、これはその環境に良くないということでカナダ政府が禁止したら、この廃棄物処理企業がカナダ政府を訴えた結果、カナダ政府はこの廃棄物処理企業に823万ドルの賠償を支払いました。どうしてそんなことになっちゃうのか、関岡秀幸さんが解説します。投資分野で懸念される事項ということの中に一つはですね、内国民待遇という言葉があります。これは要するに外資を差別するなと、はい、外資をですね、ハゲタカ外資も含めてですね、日本人と同じ扱いにしろというのが内国民待遇ということなんです。でこれは大変危険な条項ですので、実は WTO の協定にも入っていないんですね。でアメリカはまず NAFTA という、これは北米自由貿易協定、アメリカ、カナダ、メキシコ3カ国の自由貿易協定の中に初めて入ったものなんですね。これ投資に関してですけども、でこれがもしルールになりますと、日本政府はハゲタカ外資を規制することできなくなります。つまり主権が制限されてしまうということで、多くの国々がですね反対してきた大変危険な状況なんですね。でもう一つ大変危惧されているのは、ISD というんですけども、投資家対国家の紛争解決というふうに言ってまして、例えば外資がこう規制されているために外資が金儲けの機会を失ったといった場合に、その外資がですね、訴えを起こすことができるという条項なんですね。でその訴えを起こすのも日本の裁判所に訴えを起こすんではないんです、例えば国際投資紛争解決センターって、これは世界銀行の中に設置されてるんですけども、そういった海外の調停所に訴えることができるわけです。そうすると3人の弁護士が出てきてですね、日本政府の規制と外資の主張とどっちが正しいかというのを判定を下すわけですけども、判定を下す基準は日本の国益とか日本の安全保障とかではなくて、貿易の自由化、投資の自由化に即して正しい措置なのかどうかという、そういう貿易自由化の観点だけで決めてしまうわけですね。そうすると当然これ日本政府が敗訴する可能性が高くなってきます。でそうした場合には、この外資がですね、日本政府に対して巨額の損害賠償金を請求する可能性もあるわけですね。税金がまた高い。そうです、その原資は税金ですから。外資系ハゲタカ企業を儲けさせるための TPP というわけですね。だから外資系企業に受けの良いこういう人たちが賛成しているんですね。古賀茂明、岸博之、江田健二、渡辺芳美、要はみんなの党は賛成派、太田博子。一方的に日本がやられてしまうという議論が非常に多いんですけれども、主権国家が一方的にやられるということはありえませんし、また嘘ですよ。どこの国もアメリカに一方的にやられてますよ。しかもアメリカの裁判って石につまずいた泥棒がその家の主人を訴えて勝つようなめちゃくちゃぶりです。そんな国のハゲタカ企業が訴えてきて勝てるはずがないですよ。太田博子の師匠、竹中平蔵は日本を格差社会にした張本人ですよ。これはやっぱり自由なんですよ。 2% であれ 3% であれ、その人たちが自由を持つということは私たちの社会の基本じゃないですか。何でも自由が良いというのは間違いです。貿易の自由は悪毒力を持った者だけが勝ち残り、フェアにビジネスをする者が必ずしも勝てないのです。外資系ハゲタカ企業がどういう悪どい商売をしているか、中野武さんが解説してくれます。例えば、オリンピックでちょっと話が古いですけど、鈴木大地選手が金メダルを取ったことはありました。バサロスタートで金メダルを取りました。しばらくするとバサロが禁止になると、つまりルールが変更されるんですね。おそらく浅田真央ちゃんもそうやって苦しんでると思いますが、日本選手が血の滲むような努力をやって、優位に立つとルールを変更してその技をできなくするっていうことはよくあります。経済も同じなんですね。日本企業がどんなに頑張ってもルールを変更してしまえば、無意味になると。実は、外国為替相場、通貨もそうですね、いきなり、1985年にプラザ合意で円高にさせられてしまったので、これまでの努力は水の泡。これも通貨の交換のルールを変えてしまう。つまりアメリカはもうフェアな市場競争では他の国、特に日本企業には勝てなくなったので、相手の国の制度、ルール、法律を自国の企業に有利なように変えさせることで自国に有利にするっていう戦略を取り始めたのが大体70年代80年代ぐらいで、もだいぶ経って世界ってそういう状況になってるんですね。自由貿易協定っていうのは、その関税を撤廃して物を自由に行き来しようとかですね、その公平に、競争をしましょうって、もうそういう話じゃとっくになくなってんですね。日本の政府とか外交の担当者にがアメリカに留学して、アメリカに都合のいい考え方、これがグローバルなんだ、これが自由貿易が正しいんだっていう考え方をすり込んで日本に送り戻せば、もうこれでもう完全にアメリカの意のままに動く。 TPP の宣言している人ってアメリカグローバル企業の意のままに操られている人たちってことですか？下手するとアメリカが要求しなくたって日本が勝手にアメリカに有利なルール作りを変える。それが構造改革。郵便貯金のお金が土建屋にばらまかれて財政が悪化して自利品になるなんて刷り込まれて、郵政民営化に賛成した結果、そのお金がごっそり外資系の金融機関へ回されるようになりました。そんなのを構造改革と称して推進してきたのです。いくらそんなことをやっても、日本はいつまで経っても景気が良くなっていません。日本参加したらいいじゃないですか。そしてそこで議論するというまず場面を作らないと乗り遅れちゃう。乗り遅れちゃう？何をバカなことを言っているのでしょうか。だから仮にですね、本当にアメリカがもう理不尽なことを言ってきてね、日本の国益にそらしてダメだったら、その署名もしなきゃいいし、批准もしなくていい、離脱できないなんていうことをね、私は信じられません。江田憲司ってバカすぎて笑っちゃいますね。本当に国際交渉でですね、途中でですね、いろいろその交渉中のですね、秘密事項を手にしてからですね、私たちは離脱しますって言ったら、これは全くバカな話で、他の国のまず国際信用を落としますよね。それから今回の TPP の場合にその主体になってやっていますアメリカっていうのはもう怒り狂いますよね。それに TPP の交渉は2008年から始まり、アメリカとの協議を経ないと日本が交渉に参加できず、参加するとしても今から半年後になるので、すでに大枠が決定された後になっていて、日本に有利なルールを決めることなどもはや手遅れだそうです。地上波のテレビって本当にレベルが低い話ばかりで、 TPP 賛成の説明って嘘が多いんですよ。日本から海外に物を売るときに関税がありますんで、テレビ 100% の関税だとすると10万円のテレビが20万円になるわけです。関税を通過することでこれを全て取り払うことができれば、10万円のテレビをそのままの価格で10万円で輸出できるとなったら、競争力もつくし物がたくさん売れるでしょうというのが、この番組で何やら良さそうなことを言ってましたけど、本当にこの人たちって平気で嘘をつくんですよ。この人たちの嘘を中野武さんが暴露してます。アメリカの関税、自動車の関税って何%だかご存知ですか？ 2.5% ですよ。テレビは 5% ですよ。5000円安くなったってほとんどメリットないですよ。円高で値段が跳ね上がっているのに、たったそれだけじゃ物が売れるわけがないです。 TPP に参加したってちっともメリットないじゃないですか。内閣府がデータを出してきたのが、 TPP に参加すれば国内総生産は 2.7 兆円ですが増えますよと。これも嘘なんです。これ確認した方がいいですよ。これ10年間の累積ですからね。どこにも10年間って書いてないじゃないか。10年間で2兆7000億円だったら、1年間でたったの2700億円。日本の GDP が530兆円だから 0.05% しか伸びないんですよ。中野さんが怒るのも当然です。医療と農業を潰し、日本を訴訟ばかり起こる国にして、たったそれだけの利益しかないなんて、めちゃくちゃです。TPP 交渉参加、11月表明がアメリカが最も評価する時期だ。そのなぜ、11月の APEC で、野田政権がその TPP の交渉参加をその前向きになっているかというとですね、それが最もアメリカに都合がいいからっていうのが書いてあるんですよ。アメリカのオバマ政権の政権浮揚のためなんですよ。民主党野田政権が是が非でも TPP に参加しようとしているのはアメリカに気に入られたいだけです。この人たち、震災が起こった直後も被災者のことはそっちのけで、日本を潰すような法案作りを優先してやっていましたから、日本国民が苦しもうと平気なんだと思います。これはもう交渉どころではありません。力が弱い場合、契約当事者がバカである場合、この場合はですね、当然不利な契約を結ばざるを得なくなるんですね。さて日本とアメリカの感じで言うと、日本は力が弱い上にバカですから、これもうダメだということです。ウッキーとかなんか言ってですね、国賓扱いされたいと言ってるわけですね。バカですね。とにかく野田総理をはじめとする民主党幹部や TPP を推進する売国奴たち、あなたたちには次はないということを忘れないでください。TPP に参加したらその損害の責任を取ってもらいましょう。TPP 反対の議員がしっかり追及するところも、私たち国民が厳しく見ましょう。民主党政権なんて、二度とごめんです。ご視聴、ありがとうございました。花子でした。